さんこんにちは、ボロタン Z です。今回はジオメトリーノードベースのヘアシステムで作った女の子の髪の毛をゲームや VTuber でも使えるようにローポリにする作り方をやってみたいと思います。カーブにメッシュを沿わせてローポリの髪の毛を作っていく方法はよく見ます。そのやり方も一つの方法だと思います。しかしせっかくジオメトリーノードベースのヘアがあるので、この便利で直感的なやり方を生かした髪の毛の作り方を考えてみたいと思います。この手法は髪の毛以外にもいろいろと応用ができると思いますので、簡単で直感的に楽しく 3DCG を作っていきたい人は最後まで見て参考にしてください。このチャンネルはこれから 3DCG を始めたいと思っている人や 3DCG を仕事にしたいと思っている人たちに向けて、楽しく 3DCG を作るためのコツや情報を伝えていこうと思っています。よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。では始めていきましょう。ではまずジオメトリーノードベースのヘアをローポリのメッシュに変換したいと思います。ジオメトリーノードのワークスペースに移動します。ジオメトリーノードはブレンダーでノードを使い形を作る機能です。ノードをつなぐことで立方体を並べたり曲線に沿って配置したりできます。数値を変えれば形や配置も簡単に調整可能です。手作業ではなくルールを設定して自動生成できるのが特徴です。プログラミング的な思考も求められ、効率的に複雑な形状を作れます。ヘアーのカーブを選択するとたくさんのジオメトリーノードが組まれていることがわかります。しかしこれを編集していくのは難しいので、もっと簡単にできるようにしたいと思います。ヘアーカーブのジオメトリーノードに設定されているモディファイアーを削除します。エンプティヘアーを設定しただけの状態に戻します。ここからジオメトリーノードを組んでカーブをメッシュに変換して髪の毛にします。ノードエディターの中のグループインプットとグループアウトプットの間にノードを追加していきます。まずはすでにカーブで髪の毛がありますので、このカーブをメッシュに変換してポリゴンのチューブを作ります。アットメニューのカーブの中のオペレーションズのカーブトゥーメッシュを追加します。それをデフォームカーブボンサーフェイスとグループアウトプットの中間につなぎます。つながっているラインの間にドラッグするとラインが白に変わるので、ドロップするとつながります。アットメニューのカーブのプリミティブのアークを追加し、プロファイルカーブにつなぐとカーブが筒のメッシュになります。ラディウスで大きさを調整してスイープアングルでメッシュの開き具合やアングルで角度を調整できます。レゾリューションの値で画数を設定できますので、少ない数値を入れてローポリゴンにしておきます。またカーブを新たに追加してそれを参照してメッシュにすることもできます。オブジェクトモードのアッドメニューからナーブスサークルを追加して分かりやすいように形を編集します。髪の毛のカーブを選択してピンで留めておきます。ナーブスカーブを選択してノードエディターにドラッグ&ドロップします。オブジェクトインフォが追加されますので、そのジオメトリーをプロファイルカーブにつなぐとその形の筒が出来上がります。このベースのカーブを編集することでスタイライズされた髪の毛にすることもできますので、試してみてください。では先ほどのアークに戻してレゾリューションは6ぐらいにしておきます。またアークは端がつながっていないのでカーブトゥーメッシュの後にマージバイディスタンスをつなぎます。次に毛先の方を細くしたいので、メニューのカーブのライトからセットカーブラディウスを追加します。それをカーブトゥーメッシュの前につなぎます。そしてメニューのカーブのリードからスプラインパラメーターを追加し、ファクターをラディウスにつなぎます。根本の方が細くなっているので、間にユーティリティのマスのフロートカーブを追加します。そのカーブのグラフを編集すると、太さを変更できます。またトランスフォームジオメトリーをアークの後につけてスケールすることで、楕円にすることができます。ワイヤーフレーム表示にしてみると、節の数が多いのでカーブのオペレーションからリサンプルカーブを追加して前につなぎます。カウントからレングスにすると
長さで間隔を一定にすることができます。これでローポリのメッシュに変換できました。マテリアルを設定するには、カーブトゥーメッシュの後にセットマテリアルをつなぎます。マテリアルを設定することができました。この段階で髪の毛の大まかな形が見えてきました。もちろんジオメトリーノードベースのヘアシステムを使うことができますので、ヘアのツールの櫛や追加などを使って編集することができます。次に髪の毛っぽいテクスチャーを設定して、他のアプリケーションでも使用できるようにしたいので、UV を設定できるようにします。アットメニューのアトリビュートから、キャプチャーアトリビュートを追加して、セット・カーブ・ラディウスとカーブ・トゥ・メッシュの間につなぎます。そしてスプライン・パラメーターを追加して、ファクターを下につなぎます。もう一つキャプチャー・アトリビュートを追加して、アークとカーブ・トゥ・メッシュの間につなぎ、スプライン・パラメーターのレングスをつなぎます。そしてメニューのアトリビュートから、ストア、ネームドアトリビュートを追加して、セットマテリアルの前につなぎます。2D ベクターのフェイスコーナーに変更して、ニュー UV と名前を付けておきます。メニューのアットのユーティリティのベクターから、コンバイン XYZ を追加し、ベクターをバリューにつなぎます。カーブラディウスのアトリビュートのファクターを、Y につなぎます。カーブサークルのキャプチャ、アトリビュートのレングスの出力を、X につなぎます。これでシェーダーエディターで座標を取得できるようになりましたので、テクスチャーを設定します。シェーディングワークスペースに移動して、シェーダーノードエディターを表示します。アットメニューのインプットからアトリビュートを追加します。ニュー UV と入力して、ベクターをマッピングにつなぎます。ノイズテクスチャーを追加して、髪の毛っぽくなるようにノーマルマップを設定します。マッピングのスケールを調整して、間にカラーランプをつなぐことで、コントラストを強めにしてノーマルを調整します。アンビエントオクルージョンの濃度をカラーにミックスしてつなぎます。これで髪の毛っぽい質感をつけることができました。次はリアルな質感の髪の毛のイメージ、テクスチャーにしてみたいと思います。まずはリアルな髪のテクスチャーを作ります。もう一つブレンダーを起動して、新規でシーンを作成します。キューブを削除して、グリッドを追加します。グリッドを選択して、エンプティヘアカーブを追加します。スカルプトモードにして、一本毛を生やして、180度回転させて下を向かせます。ビューポートを正面にして、カメラを作成します。カメラのプロパティでレンズのタイプをオーソグラフィックにします。アウトプットのプロパティでフォーマットを 2048×2048 にします。元にあったカメラを削除します。ヘアーの長さを調整して、カメラに収まる長さにします。アセットブラウザーのヘアーを開いて、ヘアーモデファイアーを設定していきます。セットヘアーカーブプロファイルをドラッグ&ドロップして、毛の太さを設定します。次にデュプリケートヘアを設定します。300本ぐらいにしておきます。フィズヘアーカーブスを設定して、まばらな感じをつけます。一旦設定はこれぐらいにして、カーブをオブジェクトメニューのデュプリケートオブジェクトで複製して、横にスライドします。複製を繰り返して、半分ほどまで敷き詰めます。半分以降は、バリエーションをつけるために、もう少しまばらになるように敷き詰めます。最後の端の方に、1本だけの毛を作っておきます。レンダリングプロパティで、レンダーエンジンをワークベンチにします。サンプリングを16サンプルズにして、ライティングをスタジオにします。カラーをシングルにして、色を白にしておきます。フィルムのトランスペアレントにチェックを入れます。これでレンダーイメージを実行します。イメージのセーブでフォーマットを PNG にして、カラーを RGBA にします。名前をヘアアンダーバーディフューズにして保存します。次はノーマルマップを作ります。
ライティングのマットキャップでノーマルを選択します。フィルムのトランスペアレントのチェックを外します。レンダーイメージを実行します。ノーマルは RGB にして名前をノーマルで保存します。最後にアンビエントオクルージョンも作成しておきます。ライティングをスタジオに戻してオプションのキャビティにチェックを入れます。ワールドスペースの値を調整します。レンダーイメージを実行します。 RGB で名前を AO で保存します。これで髪の毛のテクスチャーができました。またキャラクターの方に戻って髪のポリゴンのシェーダーにテクスチャーを設定していきます。前のシェーダーのアトリビュートとマッピングを残して他を削除します。シェーダーもプリンシプルドヘア BSDF をプリンシプルド BSDF にします。アットメニューからイメージテクスチャーを追加して作成したディフューズのテクスチャーを開きます。そのカラーをプリンシプルド BSDF のベースカラーにつなぎます。アルファをプリンシプルド BSDF のアルファにつなぎます。 UV の値が逆になっているのでマッピングのスケールの Y をマイナス1にします。マッピングの X のスケールを 0.5 にすることで半分で敷き詰めたテクスチャーの範囲を使用することができます。次にノーマルマップのテクスチャーを追加してノーマルマップのノードをつないでノーマルにつなぎます。アンビエントオクルージョンのテクスチャーも追加してベースカラーの色に上山で重ねます。色を変更できるようにしておくと髪の色をシェーダーで調整できるようになるのでおすすめです。サブサーフェイスとスペキュラーの色味を調整すると思った通りの雰囲気に調整できると思います。この段階でもヘアーのスカルプトで調整していくことが可能ですので雰囲気を確認しながら調整していくことができます。次に1本だけ飛び出た毛を追加したいと思います。ヘアーカーブを選択してデュプリケートします。前の全体の髪を非表示にしてスカルプトモードで毛のカーブを削除していきます。全部なくなったら前髪のあたりに1本毛を追加します。ジオメトリーノードのワークスペースでコピーします。追加できたらアークのラディウスの値を小さくします。細い毛が追加できました。スカルプトモードに戻って櫛で編集します。シェーダーもコピーして独自のシェーダーにしてバリエーションを変えて作ることができます。ジオメトリーノードに戻ってセットマテリアルを追加したマテリアルに変更します。これでいくらでも簡単に楽しく追加の毛を作っていくことができますよね。最後に完成した髪を出力できるようにメッシュにコンバートします。カーブを選択してオブジェクトメニューのコンバートメッシュをします。メッシュに変換されるのでデータプロパティの UV マップを確認してニュー UV になっていれば OK です。もしなっていない場合はアトリビュートのニュー UV をコンバートアトリビュートでフェイスコーナーの 2D ベクターに変換してください。いかがでしたでしょうか。この方法を使えば簡単に楽しく早くクオリティの高い髪の毛が作れますよね。応用も効くと思いますのでいろいろと試してみてください。さあ無限の創造の世界へ。あのそこのボロいロボットさん。あ、私の体がないんですけど。体は次の動画で作りたいと思います。まだ体はないんですね。どうしましょう。困ったわ。では、ひとまず私の古い体で我慢してください。まあ、動けるようになりました。ありがとうございます。では次の動画で
素敵な体を作ってくださいね。了解です。では気を取り直して無限の創造の世界へ飛び出そう。